ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの並走の使用は禁止する。全機高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度600メートル以下で飛行しろ。上出来だ、そのまま行こう。前方に固定式サーチライト、注意しろ。光を避けて飛べ、見つかるな。マジリスク前呼びストライダー、こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえそんなに早く LV の確保できるのか。任せとけ、そっちこそ総人数で大丈夫か。ああ、全員に紹介できた。わーらみぜ両バンが苦手でな。よし、アントラについていく。頼むぞ。了解した。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる、気をつけろ。速度に気をつけろ。ウェイポイント3を通過。基地が近づいた。これより無線を封鎖する。次におしゃべりができるのは基地上空だ。引き続き高度に気をつけろ。暗い場所があるが墜落するな。一体いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は死んじまったぜ。これが最後の壁だ、カウント。基地を奪い最終作戦の共闘法とする。皆生き残れよ。バーバティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言う奴が何人もいやがる。ストライダー隊の言うところは隊長が無口なところだ。目標を潰したぜ。ウェイポイント空軍基地を主任、目標地点に到達した。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが不利になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。目標を破壊したぞ。ミサイルを発射。アンブッシュだ。落ち着いて体勢を立て直せ。ロング距離
機を捉えて一気に前進しろ。よし、見つかったら一斉に走るぞ。物資、これからうちの屈強な宅配員たちがお客さんの家の呼び鈴を鳴らせ。まだ立てこもってる連中も多いな。だがこれ以上は待てん。突撃開始。抵抗する者は殺害せよ。撃ってきた、西方向。行け行け、撃て。バリケードを踏み潰せ。従い処遇される。飯も持ってきたぞ。温かいピザだ。